すません皆様、机の前でお立ちくださいあ。前の方にちょっと狭いんですけど、あの写真の都合で、机の前の方にお立ちいただけますか、皆様無理じゃあ、そのままで寄ってください、よろしくお願いいたします。で,できましたら握手そう、そうやって握手をしていただけますか。 よろしいでしょうかちょっと時間が押しておりますのではいということでこれでやめさせていただきたいと思います皆様お席にお付きくださいませよろしくお願いいたします大変お待たせいたしました これから民主党代表選との共同記者会見を始めますけれども私本日の進行役を務めさせていただきます企画委員川戸恵子でございますよろしくお願いいたします、えー、日本記者クラブが行います民主党代表選での共同記者会見はこれ今回が初めてでございますが、えー、この日本記者クラブでの討論会はこれまで4回行っております、まあ、これまで民主党本部で行ってきました立候補 おお、者の確定後の共同記者会見を、まあ、今回は当クラブの開催形式に合わせて実施するものでございます。え、最初に主催者を代表いたしまして、理事長の吉田真一がご挨拶申し上げます。あの、理事長の吉田でございます。あの、今日は、ああ、告示直後の慌ただしい中でございますけれども。候補者の皆さん、全員お揃いいただきまして、ありがとうございます。さて、あのー。 喜ぶ,喜ぶべきことにと言いましょうかそれとも残念ながらと言いましょうか、えー、日本記者クラブが主催します民主党代表選の企画はこの1年弱の間に今回が2度目でございます、えー、言うまでもなくこの間なかなか政治の混乱が続いているというふうに我々も見ておりましてとり,とりわけ3.11の後 有権者の中にもですね政治に対する不信あるいは苛立ちそういうものが広が広ってていいるよううに見えておりますそういった中で今日この民主党の候補者の共同記者会見というものを開かせていただくわけですけれども有権者の苛立ちの原因にはやっぱり 政治のリーダーの皆さんが自分がやろうとしていることを思っていることを明確に具体的にお話になってくださらないということがあるような気が強くいたします。えー、ぜひ今日のこの最初の機会でございますのでこの場ではです、ね、明確な主張それから説得力のあります構想をです、ね、ご披露いただいて緒にやっていただければと思います。 選挙戦は非常に短くございまして我々が皆さんに次々と質問を浴びせることができるチャンスは非常に少ないございますこれが最初でございますけれども今流になすなら言いますならばこれが最初のストレステストというふうに言っていいんじゃないかなと思っております今回のこの本日のストレステストはですね政治の信頼回復のスタートラインに になるように願いましてですね挨拶とさせていただきます、えー、共同記者会見少々なごうございますけれどもどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました、えー、それではただいまから日本記者クラブ主催の民主党代表選立候補者の共同記者会見を始めます私は進行役を務めます企画員カード傾向でございますよろしくお願いいたします それでは、まず、候補者の方々をご紹介いたします。皆さんからご覧になって、左から届出順に。前原誠司さん。馬渕澄夫さん。海江田万里さん。野田佳彦さん。 そして加納道彦さんですえ今日の会見は第1部と第2部の2部構成で行いますえ第1部では最初に候補者の皆さんから代表選で最も訴えたい基本的な主張を伺いますその後政治課題についてテーマごとにお考えを伺います そして第2部の方では第1部の候補者の皆さんの発言を踏まえまして会場の皆さん方から寄せられました質問も参考にしながら4人の企画員が候補を指名いたしまして代表質問をいたします、えー、2時間予定しておりますけれども間の休憩はございませんそれでは鹿島企画員の司会で第1部を始めていただきます鹿島さんよろしくお願いいたします鹿島、はいえー、ですよろしくお願いします 1> 第1部は最初に各候補の基本的な主張についてお聞きします続いて課題についてテーマ、論点ごとにお話を聞きたいと思います時間が限られておりますので最初の基本的な主張はお一人2分以内主な論点のお答えは1分半以内でお答え願います 時間の管理はあの10秒前に制限時間になりましたらそのランプが点滅をいたしますので、えー、至急にあの意見をまとめていただきたいと思います、えー、それでは、えー、始めます、えー、まず最初に基本的な主張代表選で最も訴えたい点は何か発言順は届け順に前原さんからお願いします、はいえー、皆さんこんこにちはは 立候補いたしました前原でございますよろしくお願いいたします私はまず何よりも大事なことは今回の東日本大震災の復興そして原発の対応これに全力を挙げることこれが、えー、次の政権の最大の使命だと考えております被災者に寄り添うこの目線で迅速かつ丁寧にこの震災復興をやっていくことが 何よりも重要なことだと私は考えております。その上で、2つのことを私は政策課題として申し上げたいと思います。1つは、今回の原発の事故を受けまして、段階的に原発は縮小していく、そしてその上で、新たな電力・エネルギー供給のベストミックスというものをしっかりと確立をする。 そのための私は大事な時期になると考えております二つ目はこれは私が国土交通大臣外務大臣として進めてきました成長戦略経済外交というものをしっかりと全面的に進めていくということであります人口減少少子高齢化莫大な財政赤字こういう制約要因の中で日本を元気にしていくのには経済の成長を 全面的にやっていくしかないと私は考えておりますそしてその果実をさまざまな行政サービスに充てていくそして何よりも震災復興に充てていくそのことが大事だと思っております最後にこのねじれの状況の中で私はマネジメントが最も大事だと考えていますつまりは政策を打ち上げてもそれが実行できなければ意味がないそのためには 野党としっかりと話し合いをするそしてその前提として挙党一致全員野球をできるようなスキームをこの党で作り上げていくそのための人事また政策調査会の見直しを行ってまいりたいと思いますよろしくお願いいたします続いて真淵さんはい立候補いたしました真淵でございます私は今回 目の前の課題の解決として、震災復興並びに原発収束、これを掲げ、さらには今、国家の経営者たる総理大臣が、政権運営の中で最も重要しなければならないのは、景気回復、この経済の強化というものについて、全力で取り組みたいと考えておりまますす国家のの危機管理能力の強化まさににここれは世代たたがった復興を実現するとということであります。 そしてさらには、その地道な努力だけでは解決することのできない原発事故の収束は、今日まで国策民営と称して、責任を誰も取らない、あるいは不作為の無責任の連鎖による今日の状況を深く反省し、国が責任を持って解決をするという姿勢を示せなければなりません。こうした2つの課題に、真、ま、正、あ、面に向き合い、 決断と実行力が問われるという中で、その成果を着実に国民の皆様に提示をしていくことが大切だと思っています。経済は、長年15年間も続いたこのデフレ状態からの脱却を真っ先に行わねばなりません。経済政策とは財政政策と金融政策の両輪でなければならない。復興という大きな局面の中では、財政出動が行われます。 したがってこの15年間残念ながら十分ではなかった金融政策デフレ脱却のための量的緩和を中央銀行に対して働きかけるという政府のイニシアチブが求められていると考えます私自身はこうした景気の回復をまず大前提に掲げて国民生活の安定の上で将来に持続可能なその体制あるいは制度の構築に取り組んでいくということを 国民の皆様にお伝えをしていきたいと考えております海江田さん海江田万里でございますどうぞよろしくお願い申し上げます私はこの原発問題に関しまして特に福島の事故に関しましてはその責任者でございましたそして本当に白場と言われるような事態も食い抜けてまいりましたもちろん多くの批判があると ということは承知をしておりますが、そんな修羅場を通過をしてきた私だからこそ、やらなければいけない仕事があるという思いを大変強くしております、そして今回のこの原発事故、あるいは東日本の大震災を通じて、私が考えましたのは、やはり国家の国民に対する義務でございます。 よく国の責任というような言い方もございますが、私はやはり、国家が国民に対して果たさなければいけない義務があるんではないだろうかと思います。原発の事故の問題につきましても、これまでの法律の立てつけでは、どうしても事業者が前に出て、そして国は後押しをすると、こういう形でございましたけれども、 もちろんこれは法律的な整備の問題もありますが、国が前に出て、一歩も二歩も前に出て、この問題を解決しなければいけない、津波や大震災にあって、そして避難を余儀なくされている方々も、やはりこういう人たちに対して、国が国民に対する義務として、しっかりとした支援をしていかなければいけない、そのように考えております。そしてやはりもう一つの 大きな課題は、これは経済の問題でございます。とりわけ来年、2012年問題というのがございまして、世界の各国は政治指導者の交代の時期にあって、大変不安定な時期になってまいります。こうした時こそ、日本が主導権を発揮しなければならないと思っております、はい、では野田さん。<laughs> 原発問題と そして震災からの復旧・復興、これは言うまでもありません、ただ、これらの問題については、後からお尋ねがあるかと思いますので、その時にお答えをしたいと思いますが、私は一番やらなければいけないことは、成長と財政再建の両立であります、成長なくして、財政再建なし、財政再建なくして、成長なし、これが私の立場です、その成長を考える上で、一番の懸案、当面の問題は何か。 今私もずっと格闘してまいりましたけれども、円高の問題であります。昨年の9月、今年の3月、そして去る8月4日、3回の市場介入を行いました。これからも過度な変動等、投機的な動きがあるときは、断固たる措置を取りたいと思います。加えて、先般は外為特会のドル資金を活用して、海外企業の買収、 あるいは資源の買い取り等に活用する方針を示しましたさらにこれから企業の立地補助金の拡充であるとか中小企業への金融支援を含めて予備費の活用第三次補正予算等々簡単なく対策を講じて円高への対応をまずしていかなければ次の成長戦略をまず語れないというふうに考えておりますももう一つ一方で財政にも 注意深い対応が必要です。さる8月2日にイギリスのエコノミスト氏大変びっくりをするような表題そしていわゆる絵が出てたんですね表紙表紙はメルケルドイツ首相がかんざしをさして着物を着ていますアメリカのオバマ大統領が着物を着ています後ろは富士山ですタイトルは日本化する欧米副題は 債務とデフォルトとそして政治の麻痺です日本化するということは先送りしてきた政治を訴えていました私はこうした世界の見る目を気をつけながら経済と財政の両立を図っていくこれが基本的な姿勢でございます加野さんお願いします今の我が国のお取り巻く状況からいたしますと政治が何をしたいかというよりは まさしく何をすべきだか、このことが求められていると思います、そこで1つは、もう言うまでもなく、大震災におけるところの復旧、復興です、そして原発事故の対応、大変苦しんでおられる住民の人たち、子ども、妊婦の方々をどんなことしても守ると、この決意のもとに、この問題に取り組んでいくということであります。で二つはやはやり 今日の円高デフレ対策でありますこの経済情勢と鑑みたときに、何としてもこの今の状況から脱却をすると、まあ、こういうふうなことで施策を打ち出していかなきゃならない、こういうことであります。そして3つ目は、下半、内閣と党で決めました、社会保障、税と社会保障改革のこの一体化、これは来年の3月までに、 どうしてもこの法案としての整備をやらなきゃならないと思います。そして、当然、このことは、消費税の問題は、経済の好点というふうなことが条件になるわけでありますけれども、道筋だけはきちっと決めておかなければならないと思います。で、4つ目は、アメリカとの関係であります。今こそやはり内向きになりすぎると、やはり国際社会での日本をどう位置づけするか、この安全保障の問題も含めて、 しっかりとアメリカとのこの強化というふうなものをやっていかなきゃならない、このことであります。で、4つ目は最高裁、あるいは高裁におけるところの判決が出ている一票の格差問題であります。このことはやはり政治の責任としてやっていかなきゃなりません。そういう意味では選挙制度の問題です。この5つの問題を取り組む、そのためには野党と話し合っていかなきゃなりません。 そしてまさしく同じ土俵の中で、この問題をきちっと一つ一つ解決をしていかなきゃならない、そのことを思いますと、まさに民主党は今こそ一つにならなきゃならない、その一つになるためには、私のようなものでも役に立たせていただきたいという、こういう気持ちで立候補を決それでは続いて、政治課題についていくつかお聞きします。 えー、ここからは発言の順番が一つずれまして、えー、真渕さんから以下、あの順番にあのお答え願います、えー。発言時間が1項目1分半以内ということになります。えー、質問の第一は、えー、大震災の復興について伺います、えー。被災地の方々からは、政府のこの復興対策、おさむいんじゃないかという声をよく耳にします。えー、大震災の復旧復旧興 この具体的に何を重点に取り組むのかお聞きします。マブチさんからお願いします。はい。復興が遅いのではないかということは被災地からも私も直接耳に何度もいたしました。もちろん政府は全力で取り組んでいただいたと思いますが、一方でその初度復興構想会議ができ、そしてその基本計画ができる前の時間というのが長かったと言われている部分については真摯な反省をしなければなりません。復興基本法のもとに基づいた 基本計画、これが各自治体のその積み上げの中から出てまいりますが、私はもう一つ重要なことは、さらに国が責任を持って、ナショナルプロジェクトとして、国家プロジェクトとして、この東北の地域の中でのモデル的な特区の中でのその実施というものが求められるというふうに考えております。こうした国が率先をして行うプロジェクト、例えばこれはもうすでに福島でも医療、放射線医療の研究、あるいは岩手における 素粒子の研究等々上がっておりますがこれをさらにトークの中で進めていくことが重要であるこう考えていますそして一方復興庁これはすでに創設が法律の中でも定められていますがより権限を強化した独自財源を持ったその仕組みが求められるというふうに思います今自治体が作っている復興計画にはどうしてもそれぞれの自治体のその力やあるいは、えー、状況によって差が出てしまっています こうしたまだらの状況の復興計画を、まず同じレベルに変えていくためには、国が主導していく復興庁に自主財源を与えて、率先して進めていくということが重要であるというふうに考えていますはい海江田さん、はい、あのまず、福島の第一発電所の原子炉を安定させなければいけないということでございます。そして、それと同時に、ですね、えー、このお周辺地域の除染ですね。 国もやっとその意味では、この除染にしっかりと対応するという方針を決めましたけれども、これをさらにスピードアップして、しっかり除染をやって、帰っていただける皆様方には、ふるさとに帰っていただくということでございます。 それから、これはまあ福島だけでありませんで、今回の被災地全体についてでありますが、やはりこの復旧のため、そして復興のためのインフラの整備に取り掛からなければいけないということでございます。あのちょうど各自治体のこの基本計画も出そろったところでございますから、これはやはり第一義的に、その各自治体の復旧計画を尊重して、そしてそこに国がしっかりとお金をつけていくということです。 私は今回のこの復興、復旧に対して、国がしっかりとお金をつけていくということは、必ずです、ね、これからの経済にとってプラスの要因として働くと思います、そしてもちろん、その財源というのは、これは増税に頼ってしまってはいけません。 本当にいいものを作っていくわけでございます、本当に住民本位のためのインフラを作っていくわけですから、当然それは次の世代の財産になるわけですから、国債で構わないと思っております。無利子国債なども一つの考え方であろうかと思います野田さん。はい、あのまずは第1次補正と第2次補正予算で、第1次補正のとき4兆円、第2次補正で2兆円、それぞれの復旧対策は今、講じてきました。 ガラキの種類であるとか、仮設住宅の建設等々、あるいは二重論の問題にも対応してまいりました、いよいよ復興の基本方針がまとまりましたので、まさに次は第3次補正予算を早急に作り上げることが、本格的な復興の第一歩だというふうに思っています。基本方針のの中中で集中してて復興にに取り組む期間5年間間年ととといていますこの間に少なくとも19兆円かかると で既に作った2つの補正を減らすと13兆円です。この13兆円のうち、まず1回目の三次補正でどれぐらいのお金を使うのかということの、まず見極めが大事だろうと思います。しっかりと被災地の声も聞きながら、それぞれのまさに復興計画も踏まえながら、適切な三次補正予算を作り上げるということが大事ですで。その際、やっぱりスピード感の問題が大事ですね。特区はこれ、生かすべきです。使い勝手のいい一括交付金もこれ、大いに活用すべきです。 特に特区の中で生かさなければいけないのは、それを企業を誘致をして、雇用を作る道具としてだと思います。私は今、被災地で一番大事なのは雇用だと思います。その雇用を作り出すような制度設計をしていくべきだろうと思います。あの4月ににに。被災地に行きまましした。た。桜桜が咲いいてて、のの山中そううを見 東北に生まれてよかったなと思える国づくりをするために、全力を尽くしていきたいというふうに考えております。加野さん、はいあの。今回の被災地は、えー、農村・農業地帯、そして、えー、漁村・漁業地帯であります、そういう中で農林水産省といたしましても、マスタープラン、それぞれ水産に関して、あるいは農業に関して出しました。 でそれぞれ構想会議の考え方そして地方の考え方が今出されているわけでありますけれども私ども出させていただいているものを参考に活用していただきながらというふうな中で取り組んでいきたいと思っていますまず第3次補正でありますこれは相当思い切ったこの補正をやらなきゃならないそのための財源はま国、あ、境事業が中心となるでしょうから 建設国際によろしいんではないかというのも一つの考え方だと思っております。そして、復興庁というふうなものができたと、これは一刻も早く復興庁を作らなきゃなりません。そして、一元的にこの復興に取り組んでいくということであります。その際は、基金を持って当てると、いちいちですね、この相談をしながら、縦割りでやっていくというようなことでは、これは遅くなります。やっぱりりスピード感これれが求められておりますそういうい意味で 私自身この基金というふうなものの考え方で復興庁が作られるというふうなことになりますならばそこで一元的にきちっと各地域のこの復興というふうなものを成し遂げていきたいこういうふうな考え方に立っております前原さんはい、えー、3つのことを申し上げたいと思いますまず1つは復興構想会議でまとめられた基本的な考え方また各自治体が 提案をされている基本計画、これを着実に迅速に実行していくということが大事で、そしてその上でのやはり第三次補正、これはかなり大規模なもので、かつ私は景気対策も、円高等も含めた景気対策も合わせた三次補正にしていかなくてはいけないと考えております。現下の急速にに進高などを踏まえて当面は私は私増税による 復興財源をを手当ててするることとについては慎重であるべきだと考えておりますまた、2つ目でございますが、さわさりながら、この財源、財政ということを考えたときには、えー、民間の資金をどう活用していくのかという点を、復興に私は重ね合わせていかなくてはいけないと考えております。1つの分か,り分かりやすい例で申し上げますと、 私は国土交通大臣の時に進めました PFI 法の改正、そして空港の一体運営とコンセッション方式、つまりは公設民営方式、これのモデルを例えば仙台空港でやる、これはもちろん宮城県と相談をしていかなくてはなりませんが、そういった民間の資金を入れた形での復興をやる、で最後に3点目でありますが、被災地、特に津波の被害に遭ったところは、 それででなくても過疎化人口減少が進んでおりました今回の津波被害によりまして、多くの尊い人命が失われました、そしてこのインフラをやっていくためには、私はむしろ広域連合で、新たなあ自治の在り方というものを、えー、まさにこの機会に求めて、そして将来の日本の地域の自立の在り方を示す、そういった方向性を示すことが大事ではないかと考えております。 はいありがとうございました質問の2つ目は原発事故への対応についてお聞きします原発事故の収束への取り組みまあ、被害の賠償原発政策等々いろいろありますが原発事故への対応をどのようにお考えかここは海江田さんからお願いしますえまずですね先ほどお話をいたしましたけれども <laughs> 炉の冷温停止状態に、これはあの工程表がございますが、この工程表をさらに精査をしまして、そして、 冷温停止の状況に1日も早く持っていくということが大切でございます。そして先ほどま除染のお話をいたしましたけれども、あともう一つ大切なのは福島の県民の方々、まと、あ、りわけお母様でありますとかお子さんの方々のこの健康診断の問題でございます。この健康診断についてもやっとその手はずが整いましたけれども、やはりこの不安という。 これは、まあ、順番を待っていてくださいということでは、なかなかあその不安が解消されるものでありませんから、やはり前倒しをして、計画を前倒しをして、この子どもたち、そして若い方々のこの健康の不安をなくすように、しっかりとした診断を行っていくということでございます。それからあのエネルギー政策についてはお尋ねがありませんでしたが、今お話をした方がよろしゅございます。 はいはい、それから、このやはり原発の問題でございます、これについては、特に高経年化をした原発の不安の問題がございますから、今、ストレステストをやっております、このストレステストの中で、高経年との相関関係が私は出てくると思いますので、そうした原子力発電所はこれは廃炉にしていくということでございます。はい、ではは野田さん、はい 事故対応のまず第一は、ですねあのもう賠償の枠組みはできてまいりました、仮払い法も野党の協調でできましたあの、しっかりと賠償に万全を期していくということ、それからですねあのお子様やあるいは妊婦の皆さんのまさに健康管理、チルドレンファーストという観念の下で、しっかりその健康管理を推し進めるということ、おそれから除染の問題。 除染の問題については、これ、一次補正でも二次補正でも多少の手当てはしてるんです、一次補正はあの校庭の女性、そして二次補正においては通学路等々で対応してます、公園とか。で、今度、緊急の方針をまとめまして、来週初めにもですねさらなる女性、女性対策を進めるために、2200億円。 これ予備費を使って対応しようと思います、私はそれでも足りないと思っていますえ、住宅や家屋、あるいは土壌等の除染を徹底するために、面的な除染をもっともっと進めるために、第3次補正以降の予算措置もしっかり対応していきたいと考えております、でそれからあ何よりもやっぱり本体の対応ですので、安定的な冷却から、そして冷温停止、そして廃炉に向けて、国がしっかりとイニシアチューブを取って、ですねその工程を早めていくということが、それは世界の英知が必要です。 なぜならば、あの作業環境、相当厳しいですね、汚染水の中での作業、き極めて後方社論の下での作業、これは世界の英知を集めなければいけないという技術的な課題がございます、英知を集めて、そして福島の再生なくして、日本の再生ありませんので、全力を尽くしていきたいと考えています、はいえー、では、加野さん、はい、まず最初に、福島の原発、放射性物質、空中飛散を止める。 そして地下への、地下水に対してのこの浸透をどんなことしても食い止める、そして海への放出を止める、このことを思い切ってやるということが一つであります、そして女性につきましては生活圏、特に学校、保育所、そういう子どもさんたちを守らなきゃなりません、そういう生活圏、徹底的に除染をやる、そして農地、林地、道路、そういうところも除染をやっていく これは急がなきゃなりません、これが国の責任でやるというふうなことでございます。そして、原子力の政策というものをどうするかというふうなことは、言うまでもなく2020年までに14基を新設するというふうな予定でおりましたが、これはもうとてもできるような状況でありません。 そして今、点検中というようなことをもう考えますと、再稼働に向けて、それに取り組んでいかなきゃなりませんが、このことについては、しっかりとした安全の点検をやって、情報をやはりきちっと地域の方々に提供すると。 信頼される情報をきちっとやはり提示していくというふうなことによって、理解を求めていくというふうなことが大事なことだと思っておりますいずれにしてもこのような状況から、まさしく省エネルギー、そして再生可能エネルギーというふうな分野をいかにしてこれからこの広げていくかというふうな中で、安定した電力の供給というふうなものをきちっとやっていきたいと思っております前原さん。はい この原発の問題でございますけれども、まず一つは、現在の工程表、これをしっかりと進めていくということが大事だと思いますし、そして何よりも着実な賠償を被害者の方々にしていくということが大事であります、そして責任を持って配慮を進めていくということ、安定化が重要だと考えております。二つ目にはやはやり子どもささんんを持たれる親御さん方の 心配がまだままだだ脱ぎされません除染をしっかりやるということでございますけれども、もう一度、この今の住まれているところの状況というものを精査する中で、機動的な対応というものも、私は全面的な推しであってもいいのではないかと考えております。そして、原子力政策でございますけれども、私は基本的に新たな原発は作らない。 そうなると、約40年ぐらいで原発はなくなっていくわけでありますが、しかし、今の原発の安全性を高めるということは、これは大事なことであります。安全基準をしっかりとクリアをさせたものは、再稼働をさせていくということも、自治体の方々とお話をして進めていかなくてはなりません。そして、これはエネルギー、そして電力の供給、あるいは省エネ社会、 これを一体で進めていくということは、むしろ私は日本の機会として考えるべきではないかと思っております。こういった総合的な日本の今後の在り方を決めていくために、例えばエネルギー・電力臨調のようなものを作って、徹底して議論していく、これは私は国鉄改革、電電公社改革に匹敵するぐらいの大きな国家事業だと思っておりますので、そういったスキームの中で、日本の今後の エネルギー電力のあり方をしっかり議論し結論を出していくことが重要だと考えておりますマブズさんはい。私は三ヶ月間原発収束対応の補佐官として取り組んでおりました最も重要なことはこのサイト内の放射性物質の汚染拡大をまず止めるということですこのことに関しては今日ある賠償スキームが実は大きく影響を及ぼしています今の東電の救済スキームというものの このことの法律の枠組みで現時点では例えば多額にその費用を要する地下水の汚染拡大防止のための地中壁の,その構築などがなかなか前に進まないという現状がある、えー、すなわち汚染拡大防止を進めていくためにはまずこうした賠償スキームの見直しも必要だと思っていますプリパッケージ型の法的整理を含めてこうしたこの責任体制を明確にする国が責任を持って進めるんだということを明らかにすることによって 放射性物質の汚染拡大という具体的な施策が前に進むと思っています。さらには、このサイト外、地域における除染でありますが、これも土壌汚染のその防止、あるいは除染については大変遅れてしまった、これは将来的にその土壌の処分地をどうするかということも、我々は逃げては通れないというところだと思っています。国が責任を持って、その最終処分も含めた適地をしっかりと選定するということを合わせて、 国民の皆さんに知らしめるる必要があると思います加えて、原子力政策で言えば、脱原発依存、私たちは資源小国であるがゆえに、このエネルギーの選択肢を狭めることなく一方で、原子力と向き合って、この制御技術をしっかりと作り上げていくということに取り組むべきだと私は考えています、はい、質問の3つ目は、えー、財源、増税の問題についてです。 政府の復興の基本方針では、向こう5年間13兆円の財源が必要だと、また、社会保障と税の一体改革、これではこの将来の消費税率の引き上げが盛り込まれています。まあ、こうした財源の確保増税について いつからどのような内容でやっていくのか、国民の関心の深い点ですから、明快な答えをお願いしますここは野田さんからお願いします、はい、あのまず、復興の財源の方ですけれども、これ、復興基本法という法律が決まっていまして、えー、まず、復興のための国債を発行することができるんです、ただこれは一般の国債とは別管理でできるということになっていますが、償還の道筋を明らかにするということになっています。 その召喚の道を明らかにするという、その考え方から、今、逸脱した話をすることは、基本的には私はできないというふうに思います、これ、与野党合意ですから。とすると、ですねやるべきことは、今、民主党内でも議論していますけれども、歳出削減であるとか、人件費の見直しとか、特会の見直しとかやりながら、あの税制に頼らない部分でどれぐらい確保できるか、国有財産の売却等を含めて、どれぐらいできるか。その後は きちっとやっぱり次元的な税制措置を取らざるを得ません、でそれを例えば、期間税をはじめとして検討するということになっていますが、どの期間税がいいのか、そしてどの年度から始めるのか、ど,どれまでの償還期間にするのか、これは複数の選択肢をです、ね、税調で決めることになっていまして、それを新しい体制にご提示をすることになります、さまざまなご意見を取り入れながら、これを実現をしていきたいと思います。それから税と社会保障の一体改革は これは避けて通れません。どの政権でも避けて通れません。まずやるべきことは業格だと思います。徹底してやらなければなりません。加えて、成長分野にお金を投資して、税収を上げることもやらなければなりません。でも 歳入改革は私は避けて通れないと思っていますので一体改革の成案通りにですねその環境整備を実現をしていくということが大事でそのためにはきちっと苦しいことだけど国民に説明をする政治を行うのが政権与党の役割だと思います我々はソロモン感情に陥っちゃいけませんでも国民感情という感情もありますソロモン感情国民感情しっかりとお互いが噛み合ってやむを得ない 負担しようと、そういうまさに世論を誘導するのが政権与党の役割であるというふうに考えていますえ加野さん私は基本的には、この増税問題は、経済の好転というふうなものが条件であると思っております。すなわち、理屈の上では、確かにこの増税をというふうなことをしなければならないということは、これは誰でも言われるとおりだと思います。 しかし現実、いつやるかというときに、今日のこの経済状況の中で、本当にやれるのかと、増税がやれるのかというふうなことを考えたときに、私はどう見ても否定的な考え方に立たざるをえないということであります。故に、この最優先とされるところの復興の財源というふうなもの等々は、これはやはり三次補正、これは建設国債でやるんだと、こういうふうな考え方でいくと。 そして、先ほど申し上げた復興庁が設置された段階でのいわゆる財源をどうするかということは、これは復興債を発行、そして場合によっては日銀が引き受けるというふうな選択もあるのではないか、まあ、こういうふうな考え方でございます。とにかく、この現実を動かしていくというふうなことを考えたときに、与野党で話し合って、これを決めていかなきゃならない。やははり増税という場合には 国会がこのきちっと決めるというような状況でありますから、政治が責任を持って、財源はきちっとこのやりますよと、財源問題を取り組んで、責任を持ってやりますよというふうなことをやはり宣言していくというふうなことが大事なことだと思っております前原さん、はい、私は増税の話のときは、2つのことを分けて考えなくてはいけないと思っております。1つは社会保障と税の一体改革 これについては、もうすでに政府・与党で合意をしたことであります。今までの政治で積み重なった借金、対 GDP 比で190%以上であります。先般、格下げが行われたアメリカ、これはもちろん規模は大きいわけでありますが、対 GDP 比でいうと90%を超える、その倍以上の借金を抱えている日本の現状を考えたときには、この社会保障と税の一体改革というのは、 私はきっちりと進めていかなくてはいけないと思っております。他方で、この復興財源というものについては、これは現下の円高、あるいはデフレが脱却できていないという状況を考えたときに、機械的に増税を考えるということは、むしろデフレを深刻化させる、円高対策に逆行するということになると思っております。私のモットーは、まずは PPPPFI、P あるいは復興ファンド、民間のお金をどのように有効に活用するかという点、2点目は、政府の資産、あるいは特別会計、そういったものをしっかりと、まだまだ深掘りできていないものについて、しっかりと洗い直してみるということ、そして3点目は、景気の動向を見ながら復興債を発行すると。には、当然ながら、 その財源というものを含めての増税というものは考えていかなくてはいけない、経済は生き物でございますので、機動的に対応することが大事だと考えております馬さん、はい、まず復興に対しての増税という議論でありますが、復興というものは、それこそ複数の世代にわたって使っていくさまざまな社会資本。 こういったもの、を町づくりを行うわけでありますから、それを担うのは複数の世代、長きにわたるものでなければならないと思っています。短い期間で償還をするという前提の国債発行がゆえに、その財源が議論されるのであって、本来は、私は建設国債や他の赤字国債もそうですが、60年償還という我が国のこの償還ルールの中で、しっかりとこの町づくりのために行うという位置づけであれば、なんら財源を明らかにする必要はない、むしろ、 今の建設国債も合わせて見れば、これらはすべて償還計画を提示することによって、その償還の道筋を明らかにしています。財源を明示せよというのは、この償還期間が短く定められるからであります。阪神淡路で16年の復興期間でありました。今回の大震災、長きにわたることも想定されます。むしろ、複数世代にわたってしっかりと作り上げる。だから、決して先送りではない。我が国が国づくりのために。 その世代間の中で負担をしていくということの考え方は、私は何ら問題ない、むしろ基本ではないかと思っています。そしてもう一つの税と社会保障の一体改革の部分で申し上げれば、これは経済の成長を前提としなければならないと思っています。 この経済成長、すなわち名目 GDP が伸びるということによって増収が図られれば、当然ながら、この社会保障の負担の部分にも十分に充当できることも考えられます。加えて、景気回復によって、増税議論というものが起こりうることも十分に考えられる、私は増税そのもの、を税率引き上げそのものを今、するべきではないと申し上げているのであって、将来において景気回復局面においては、行うことも十分にあり海江田さん。はい まず復旧・復興の財源でありますが、これは私は国債で構わないと思っております。今回のこの復旧・復興の中身というのは、本当に地元の地域の皆さん方がやはりこういう生活インフラが欲しいと、必要だというこの,このまさに民意に基づいたこのインフラの再整備でございますから、これまでのように、ただ単に、 経済効率考えずにお金を使えばいいというものと根本的に違っているということ、それから私はですね、もちろんこの被災地の復旧、復興、大切でございますが、やはり今、日本のインフラもですね、これ50年ぐらい経っている、危なくなっているもの、たくさんあるんですね、やっぱりそういう本当に命を守るためのインフラの整備ということに、ここはやっぱり思い切ってお金を使うべきではないだろうかと。 思ってておりまますここで出し,惜しみをしてはいけませんそしてそうすることによって、実はですねこの国債の発行の償還の財源だって出てくるんですよ、馬淵さんからお話ありました、毎年毎年、60分の1ずつ焼却をすることになってますけれども、10兆円出して1年間にいくらですか、60分の1は、1000億ぐらいじゃないですか、2000されませんね、1 0 0ここうやって 財政が前に出て、しかも国民の生活、命に密接に関係するところにお金を使う、そして税収が上がることによって、そのくらいの負担は十分できると私は考えております、はい、あの社会保障の方は、あのこれは消費税やむなしでございます、タイミングが大事ですけどそれでは質問の4つ目です、えー、民主党のマニフェストの見直しについてです。 民主党は子ども手当の見直しについて、所得制限を導入するなどで、自民、公明両党と合意をしました、まあ、こうした子ども手当をはじめとするこのマニフェスト、政権公約の見直しについて、どのようにするのか、ここは加野さんからお願いします。はい、2年前に民主党がマニフェスト、国民との契約というふうなことで打ち出しました、これはあの300項目くらいあるんじゃないでしょうか。 やはりそういう中できちっと整理をする必要があるとこういうふうに思っております。過半三党合意というふうなものをなさりました、いわゆる政策効果というものをきちっと検討してみると、こういうふうなことでございますが、これはやっていかなきゃならないと思います。ただし国民民生活第一とといいうううこののの主党の基本的なな考え方というふうなものは これは捨てるわけにはいかないと私は思っているわけであります。そういう中で、当然、状況も変わってまいりました。この大震災、そして原発事故、そして経済情勢も、この国際社会が円高の状況の中で、まあ、いわゆる円高はなんでかといえば、当然、このご承知のとおりに、ドりやす、ゆるやすから来ているわけでありまして、こういう国際社会におけるところの環境の変化もございます。 そういう中で、やはりマニフィストもできるものとできないものがあるというふうなことだけは、きちっと国民に示していかなければならない、そして次の総選挙において、新たなこの基本理念に立ったところのマニフィストを打ち出していくというふうなことではないかと思っております前原さん。このマニフィストの見直しというときに、われわれはもう少し自信を持たなくてはいけないのは、 政権交代でできたこともたくさんあるということを、やはり国民に私はお伝えをすべきだというふうに思っています。コンクリートから人へ、まあ、一部の団体には怒られましたけれども、しかし、政権交代があったからこそ 18.、18.3%もの公共事業を減らし、それを教育や社会保障、地方へと回したわけであります。また地方へと一括交付金含めて 地方文献というものの歩みを自民党政権よりも進めているということについては、胸を張るべきだし、また私は国土交通大臣として、大きな天下り団体から廃止民営化をするということをやってまいりました。そういう意味では、マニュエストに掲げたこともしっかりとやれているんだということを、まずは私は国民の皆さん方にお示しをすべきだと思います。そののの上ででマニフェストの見直しというものは理念が大事であって その中身はは柔軟に私は見直すすべきだと思います例えば、子ども手当についてですが、1.39、今、出生率が1.39でありますけれども、このままいくと、急速な少子高齢社会になる、その問題意識の中で子ども手当というのができたわけであって、その少子化をどのように止めるかという観点で、私は地域の活用、あるいは現物給付も含めて、えー、バリエーションがあっていいと思います。 また食料自給率が40%割り込んでいる、そして66歳に農業従事者は平均年齢がなっている、これを何とかとどめなきゃいけないということの一つとして、農家への個別所得交渉ができてきた、その方向性というものは私は大事なものだと思っています。したがって、理念を大切にし、そして現実にあったものに常に進化をさせていくということが大事だと考えております。マブさん、はい マニフェストを掲げそして今日まだ十分ではないということのご批判に対しては我々は真摯に反省をしなければなりませんしかし一方で外的環境要因あるいは内的環境要因というのは私は大きく変化をしたと思っています一つは震災あるいは原発事故こうした状況の中で財政的な厳しい制約があります当然我々が掲げてきたマニフェストの実行のための財源がそこに投入される となれば、これは制限を受けるということは仕方がないと思っています。またさらにはねじれ国会ということも起きました。与野党の合意の下で政策を進めていかなければならない。こうした環境の変化に即して、我々は理念を掲げながらもしっかりと現実対応していくということが求められているのだと思います。今回のこのマニフェストの見直しというそのテーマについては、私は今、党が発表しましたマニフェストの中間検証、これで具体的に進んでいるもの。 7割あるいは2割とそれぞれの項目が示されていますこうした具体的検証の結果に基づいて改めて私たちはマニフェストでどの順番に優先順位をつけて実行していくかということが問われているのだと思いますマニフェスト型の政治というものは何も一言一句に縛られるものではありません国民の皆さんに民主党が掲げた 税金のもたづかいを止め天下りを止めそして国民生活に合致したその税金の使い道を決めていくというその方向性が堅持できることこれがお約束をしてきたマニフェストの最大のその意味であると私は考えています神谷田さん、はい、このマニフェストの問題は私は二種類あると思います一つはやはりですね国民に対してまあそれまでの政権公約あるいは公約といった言い方から まさにマニフェストという名前を使って、しっかりその約束を守るんだという政治姿勢ですね、この問題、それともう一つはやっぱり、特に2年前の夏の総選挙で掲げました、このマニフェストの内容の問題と、この2つが実はあるんではないだろうかというふうに思っております。 そして、前者の政治姿勢としてのこのマニフェストというのは、これはやっぱりしっかり守っていかなければいけない、そうしませんと、もうこれから選挙のとき、何を目安に国民有権者の方々は、 政党を選べばいいのか、政治家を選べばいいのかということがわからなくなってしまいますから。これ、かなり大きな政治不信につながる問題でございます。それから、もう一つの、そのマニフェストの中身でございますが、やはり、これは具体的に、本当に、あの状況の変化というものも。 ございますその中で達成できないものがあることも確かでありますから、その場合はやっぱり、これこれこういう理由で達成ができないんだと、しかし、そのこれこれこういう理由が解決をしたときは、引き続きこれを守っていくのか、それとももう永久に諦めてしまうのか、こういうことをやっぱりはっきりさせる必要があろうかと思います。そのの意味でこの間つい先日発表になりました 民主党のこのマニフェストの中間総括、実は去年も出したんです、これ、参議院の選挙にあたってですね、そういう毎年毎年の見直し、あるいは毎年毎年の報告というのは非常に大切だと思っております。あとは、今まだできていないけど、これを本当にやっていきがあるのかどうなのかということを明らかにすることだと思っております野田さん。国民の生活が第一という、私はマニフェストの理念は間違っていないと思います。堅持していくべきだと思います。 その中身の例えば子ども手当であるとか、高校無償化とか、求職者支援制度とか、雇用保険の拡充とか、何を意味するかというと、民主党の目指していた政治というのは、日本の一番底力だったはずの中,中間層の厚みが薄くなってきた、その中間層の厚みを増していこうという、これが私は理念だと思います。中間層からこぼれて、這、はい上がってこれなくなっている人が多くなってきている。 格差が広がっている、その中間層にスポットライトを当てていこうというよりは、私は民主党の考え方だと思いますので、この基本的な考え方は間違っていないし、堅持していくべきだと思います、その上で、昨日あのマニュケストの検証、中間検証がですね、まあ、岡田幹事長が委員長されていますけれども、出てまいりました、五十数パーセントは実施、一部実施、完全実施しないというのはもう6%パーセントなんですね。 評価不能というのも何パーセントかありますし、あの着手直前というのもありますけれども、実施したものは54%、未着手は6%です。で、まだまだ実施したとはいえ、万全でないものもあります。その理由はきちっと国民に説明すべきだと思うんです。3つ理由があると思います。1つは、我々が政権を預かったときは、9兆円税収が落ち込んだときです。リーマンショックのあと、財政事情が今までと違います。そしてねじれ国会になったこと。 そして大震災が起こったから、政策の優先順位を変えざるを得ないこと、だから高速道路の無料化をやめて、第一補正で復旧財源に充てたんです、なぜ変わったのかということを、国民にきちっと説明責任を果たしていくべきだと思います、はいえー、それでは質問の5つ目、えー、これであの第一部を終わりにしたいと思いますが、えー、政権の枠組み、あるいは野党との関係について、えー、お聞きしたいと思います。 まあねじれ国会への対応をどうするのか、この大連立など、政権の枠組みですとか、あるいは野党との関係をどのように考えているのか、伺います。ここは前原さんから。はい、私はまず、大連立というものを呼びかけるということを前提にすべきだと考えております。テーマはは震災のの復興そして原発対応であります二つ目はあ今回のお 震災、対応、復興もさることながら、今後の社会保障と税の一体改革、これについては、やはり私は与野党を超えて共有をしておくべきではないかと、こう思っております、そして同時に、1票の格差の問題、選挙制度改革、こういったものを次元で呼びかけをする、しかし、それは相手のあることでございますので、 相手がそれに対して乗ってこない場合においては、衆参でねじれておりますので、政策ごとに丁寧なあ協議を行うようなメカニズムを作り、与野党間の信頼と、そして協力をいただくような状況を作るということが、何よりも大事なことだというふうに考えております、はい、馬淵さん、はい、まず政権の枠組みは、まず現状の与党の枠組みというものを十分にこれを維持しながら、 一方で、私は大連立ありきというものではないと思っています。一つ一つ個別の政策については、当然与党の中での意思決定プロセスをしっかりと組み上げた上えで、政府と一体となって提示をする、その上で、与野党がまさに国民の代表たる国会議員の集う国会で、立法府で議論をしていくということが重要ではないかと思います。ねじれ国会というのは、現行憲法の中では、これは認められている仕組みです。さらには かつて我々野党時代もねじれ国会がございました。そこで議論してきたことは、もうこうしたねじれの中で、無理に政策を通そうとするのではなくて、国会でいかに与野党が歩み寄り、あるいは建設な議論をするかということが重要ではないかということを、私たち自身、野党時代に経験をしています。今我々民民主党党党ももそそれこそ旧来ののの自民党の仕組みのよううに与党政府が決めたらもう 一行体とも変えてはならないといった方向に進みかねないような状況にあるのではないか、私はむしろ国会という最高のこの権能をしっかりと動かしていくことに、我々が一歩踏み出さなければならないのではないかと思っています。政権の枠組みはこうした中で、与野党のその協議の中で、例えば一部的には連合も含めて議論が出てくれば、それは十分に検討していくべきだと、このように考えています、はい、海江田さん。はい あのまずやはり、党内の融和と申しますか、挙党体制を取ることが第一であります、そしてこの党内の議論をやっぱり尽くさなければいけないと思います、まあ、今出ております、この大連立のお話というのは、党の中でしっかりとした議論が行われているわけではありませんから、やっぱり党の中で議論をしなければいけないということ、それから同時にですね、本当に今、 解決をしななけければいいい問題がたくさんございますそしてこの解決しなければいけない問題については、党と政府がよく連携を取って、そして政府は政府としての案を出していくということ、でその中でですね、今、馬渕さんからもお話ございました、まあ、今回も実は、この先ほどお話のありました、損害賠償のための買い取り機構法、これはですね、 国会による与野党の話し合いによって、修正協議が相整いまして、その意味では、私は当初、政府が出しました案が、強化をされた内容になったと思っております。そして実は、昨日、参議院で仕上がりました再生可能エネルギーの買い取り法案、これにつきましてもですね、これはやはり政府が出した案とプラスをされて、与野党の協議の中で、 ここの修正が行われたとということでございますですから、そういうすでに足元で解決をしなければいけない問題については、国会の機能が果たされているわけでございますから、そうしたものを今後も引き続きやっていく、そしてそれに対して政府は柔軟であるべきだと、こう考えております野田さん。はい、まず、連立の枠組みは、民主党と今、国民新党が連立を組んでいるという、このことを忘れてはいけないと思います。 国民新党との間にはです、ね、郵政三法案の成立を期すという合意事項がございます。地域の絆、拠点として郵便局が変質をしてきている、民営化以降、サービス機能が低下している等々を踏まえて、この三法案をこれまで連立合意してきた、与党との関係でしっかり実現をするということが、まず我々のやるべきことです。でその上で、最近ですね、その今、萱田さんおっしゃった再生エネルギーの問題。 あるいは復興基本法の修正協議、子ども手当等の実務者協議というのは、お互いいろいろ立場があるけど、乗り越えて合意形成できるという国会に変わってきました、私はこれはもっと加速すべきだと思います、特に3次補正、来年度の予算、今回みたいに特例公際法案みたいに関連法案で止まってしまわないようにするためにも、与野党が向き合って、しっかりと国民のために議論をしていくと、実務者協議を通じていくと。 願わくばその先も視野に入れていきたいと思いますが、私は与野党の信頼関係をまず作ることが大事であって、その延長線上にです、ね、いろんな視野を持ちながらも、まずは一つ一つの問題を与野党が向き合って、そして協議をして進めていくということが財前提だと思います。野党というと、自民党、公明党だけではありません。自公が私は当然、三党合意があるから中心です。でも私は県議会の頃全くの一人会派の無所属でございました。を捨てててにくくんじゃなくて 弔意を残して大道につくのが民主主義だと思いますので、その他の野党の皆さんとも真剣に向き合っていきたいというふうに考えております加納さん。今度の国会でいかにこの与野党が話し合いをしなければ、ことが進まないかということがもう明らかになりました、もうこれから復興のためにも三次補正、そして来年度の予算、その他の重要法案、これを成立させなきゃならないという。 大大事な大事なな国会の使命が待っているわけでありますそういう中で、とにかく民主党といたしましては、政権党でありますから、政権党としてやはり野党に対して、誠心誠意を持ってことに当たっていくと、そういう意味では、この枠組みのあり方というふうなものが、どういう形でなければならないということではなしに、どういう形であるならば、 協力体制ができるかというふうなことで、率直なる話し合いがなされていかなければならないと思います。まあ、そういう意味では、3党の協議官というふうなものも一つの考え方でありましょう、また、あるいはその他の野党との話し合いの期間を設けるということも大事なことでありましょう。いずれにしても、民主党はまさしくこの野党に対して、責任を持った一つの話し合いができると。 いいうよううよなな体制をつくるというふうなこととが大事だと思いますこの三党間の官僚会議で,です、ね、決まったことが、またあそれが壊れてしまうというようなことであっては、それは責任政党というふうに言うことはできません、そういう意味では、しっかりと我が党が自ら責任あるこの体制を、野党と話し合える体制を作るというふうなことが、まず優先されるべきだと思っておりますはい、えー、第一は以上です、河井さん。はい はいわかりました。